ディラン・チャールズ・コービーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、グレンデール出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、CPBL の楽天モンキーズ所属。2010年の MLB ドラフト1巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名されたが、この時は契約せずに、サンディエゴ大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト4巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズでプロデビュー。A 級ベロイトスナッパーズでもプレイし、2球団合計で14試合に先発登板して1勝1敗、防御率3.79、46奪三振を記録した。2014年は A 級ベロイトと A 級ストックトンポーツでプレイし、 二球団合計で26試合に登板して7勝14敗、防御率5.46、92奪三振を記録した。2015年は a 級ストックトンでプレーし、26試合に先発登板して8勝9敗、防御率3.59、100奪三振を記録した。2016年は a 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、6試合に 先発登板して2勝1敗、防御率1.84、26奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2016年12月8日にルール5ドラフトでシカゴホワイトソックスから指名され、移籍した。2017年シーズンは開幕25人枠に残り、4月14日のミネソタツインズ戦で、 メジャーデビューを果たした。この年は18試合に登板して0勝7敗、防御率7.71、41奪三振を記録した。2018年2月18日に40人枠を外れ、マイナー契約となった。シーズン開幕は、参カのトリプル A 級、シャーロットナイツで迎え、4月28日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 この年は27試合に登板して5勝14敗、防御率5.18、91奪三振を記録した。2019年は18試合に登板して1勝8敗、防御率7.98、41奪三振を記録した。2020年1月14日にスティーブ・シシェックの加入に伴って DF となり、21日にマイナー契約で、 トリプル A 級シャーロットへ配属された。その後、1月24日に FA となった。2020年2月3日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。その後、7月21日にトレードでボストンレッドソックスへ移籍し、翌22日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 8試合に当番し1ホールドを記録したが、レギュラーシーズン終了後の10月28日にマイナー契約となった。2021年5月19日、台湾プロ野球の楽天モンキーズと契約したことが発表された。ありがとうございます。